俺が行こう。 手伝おう。 行こう。 Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
雲が、うわぁ、ベトベトするよ。まずい、こんな状況で襲われたら抵抗なんてできないぞ。光が、本当だ、光が見えるぞ。アグモ、急ごう。ああ、ついた。あっ、ベトベトになっちゃった、うん、まあ怪我とかはしてないみたいだな。それでここはピアノ、楽譜、もしかして音楽室か。たくま、誰かいる。わっ、幽霊。見つかっちゃったな。人間。早くこの学校から出て行って。え？あいつらを刺激しないでよ。あいつらって。そう。襲われたら君たちじゃ抵抗もできない。出ていくなんてできないよ。仲間がさらわれたんだ。どうしても助けたい。お願いだ。何か知ってるなら教えてくれないか。何？お姉ちゃん。はあ、わかったよ。あいつらのことを教えてあげるよ。本当か？お姉ちゃんがそうしろって言うから。襲ってきたのは大きい蜘蛛みたいなやつで、最近いきなりここを住処にした親玉気取りのやつだよ。はあ、それって毒蜘蛛だな。あいつは嫌なやつだぞ。あいつらの住処は体育館でも、そこは蜘蛛の巣で塞がれてる。ああ、僕たちじゃ開けられなかった。あいつらは天井裏とか床下を通って学校中を移動してるんだ。あいつらが使ってる通路への抜け穴が食堂の床下にある。探してみて。食堂？そうだったのか。教えてくれてありがとう。あいつは獲物をさらってもすぐに殺したりしない。でも獲物から食事代わりに精気を吸い取るから。助けるなら急いだ方がいいよ。あ、さらった獲物を取り返そうとするなら気をつけて。大丈夫、僕たちにはこのアグモンみたいな強い仲間がいるから。ああ、任せとけ。そう。僕は行くよ。
教えてくれて本当にありがとう。食堂へ急ごう、アグモン。わかった。ここに体育館への抜け穴があるのね。ああ、そう言ってたけど。一人でずっと教室にいたくせに。こうっせえ、なんか雲の巣が増えてきて状況が変わったんだよ。二人とももう少し落ち着け。クネモンだってこんなに冷静なんだぞ。クネモンはこれ冷静なのか。ミノル、リョウ、見てくれ、これで葵さんを助けに行ける。ここを抜けるときっと化け物と戦いになる。もちろんだ、タクマ。当たり前だぜ。いざ決戦だ。おい、俺も行くからな。こんなとこで一人にすんじゃねえぞ。急がなきゃ。待ってて。ラブラモン、さあ僕たちも行こう。おう。やっぱり動きにくいな。光だ、気をつけて、もうすぐ出るよ。臆するな、二人とも。クネモンの闘志を見習え。無事なのか。くそ、ここからじゃわからない。早く助け出さないと。何ぼーっとしてるのよ、行くわよ。あ、待って、ラブラモン。手になろう。
よし、俺が行こう。
僕の番だね。僕だけじゃない、みんなの命もかかってるんだ。捕まってる仲間を、葵さんを助けたい思いはみんな同じだ。行くぞ悪魔。絶対に助けてあげる。どうしたんだ悪魔。こんなにピンチなのに力がみなぎってきたかも。見ててね、タクマ。おいら、このティラノモンがね。ティラノモン。
私も手伝うわ。怖い敵だったな。よく頑張ってくれたよ、アグモン。葵を助けるためだもん。これ式のこと平気よ。あ、葵よ。そうだ、ボート。葵さん、大丈夫か。おい、これもうダメなんじゃ。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってねえで、寮も手伝え。今行くよ。待っていろ。葵、葵大丈夫？ラブラも助けてくれたのね。ありがとう。あなたに助けてもらったのは。何言ってるのよ。私だって葵に助けてもらったんだもの。それにタクマ、アグモン、タクマくん、私を助けてくれたのね。本当にありがとう。いや、僕だけじゃないよ。本当、アグモンもすごかったわ。急にものすごいパワーアップしちゃって。ああ、それなんだけど、姿が変わったのはこれ。それってど、全然わかんない。まるで変身って感じだな。ううん、それよりも進化って感じかしら。過酷な環境変化に適応するため。つまりさっきの戦い進化か。アグモン、どうやって。さあ、タクマの強い思いが僕の中に流れ込んできたんだ。タクマの気持ちに応えたい。つまり強い思いがあれば進化するってことか。要は心の絆があること。パートナーってことね。パートナー。しかし心の絆か。原理はわからないけど。ちょっと、さて引き上げるか。みんなも疲れてるだろうし。本当だよ。ちょっと落ち着けるとこに行こうぜ。てと、あのでかい雲の怪物は倒したし。雲の巣も全部消えちゃったよ。自然に消えるなんておかしいわよね。やっぱり怪物が出したものは普通じゃないのかしら。怪物、毒グモンのこともそうだけど。校舎どころじゃねえよ。
外の地形も変わってるってありえねえ。一体ここはどこなんだよ。タグマ、僕もクタクタだよ。私もよ、疲れちゃったわ。気になることはあるだろうが、今日はひとまず休まないか。そうだね。みんな、今日は休もう。え、ここで休むのか。私も気になるけど、今日は大変だったし、もう疲れて動けない。そうよ、ちょっとは気を使いなさいよ。それに夜に外へ出るのは危険だ。毒蜘蛛のような奴らが他にいないとも限らんしな。そっか、他に行くあてもないし、気乗りはしないけど、今晩はここに泊まるしかないか。冗談じゃねえ。幽霊もいるんだろ。こんな。じゃあどこで寝るつもりなんだよ。それは。とにかく今日はいろいろあったしな。心も体もクタクタだ。心っていうか脳みそっていうか、一体何がどうしてこうなったんだか。私にはまだこれが現実だなんて信じられないわ。信じる信じないはナンセンスですよ。だって現実に俺たちの目の前で起きてるんだし。でも正直わからないことだらけなんだ今は。まだ。そうだ、リョウはどう思う。うるせえ、お前ら仲良しグループで勝手にやってろ。まったく。さてと、明日の。とにかく疲れも溜まってるしな。ええ、今晩はここで体を休めましょう。休まるわけねえだろ。だって見たんだろ、お前らだって。幽霊ってどうなのかしら。私はすぐ蜘蛛のお化けに捕まったから見てないけど、幽霊なんてあの蜘蛛のお化けの糸か何かを見間違えただけじゃないかしら。そうだよね、そこら中に蜘蛛の巣だらけだったもの。お化けじゃなくて毒蜘蛛って、やっぱ蜘蛛のお化けみたいじゃん。そうだな、幽霊の正体見たりなんとやらってやつかな。正直俺もビビりすぎてたかな。そのことなんだけど。なんだよ、リョウ、急にビクビクしちゃって。おいおい、あんま調子に乗るなって。違う。すぐ。大事なことはちゃんと説明して。でもまあ、みんな無事で一安心だよね。何がどうなってるの。